さて今月17日に投開票が行われる知事選挙では各地に期日前投票が行われています那須唐瀬山市では今日障害者向けの福祉施設に初めて期日前投票所が設置されました期日前投票所が設置されたのは那須唐瀬山市にある障害者向けの福祉施設大和福祉会です 烏山市選挙管理委員会では投票率の向上をはじめ自分で投票用紙に名前を書くことが困難な障害がある人にも選挙を身近に感じてもらおうと施設の利用者に限定した期日前投票所を今回初めて設置しました利用者には事前に投票支援カードを配布し代理での投票や候補者の名前の読み上げなど 手助けしてほしいことを確認した上で、市の職員が対応にあたりました。また、利用者にリラックスした環境で投票に臨んでもらうため、会場に音楽を流したり、職員の服装をカジュアルなものにしたりと工夫が施されました。施設の利用者たちはサポートを受けながら貴重な一票を投じていました。那須烏山市選挙管理委員会では、 今後も福祉施設に期日前投票所を設置して障害者の社会参加を進めていきたい考えです知事選挙の期日前投票は投開票日前日の今月十六日まで行われていますあの市役生区より良かったと思いますよ 本当に利用者さんにおいては、体調の問題とかでですね、なかなか投票に行けないという場合がありますので、身近なところで投票に行けるということで、大変助かっております。